アドルト特大ライオンです。今日はアドラ折り紙します。折り紙パクパクを作っていくよ。さっき作ったんですけど、これ下がついてる、下は特大くんが作ってくれました。じゃあ特大くんは下のことをちゃんとして、こんな白い粒があるパープルの紙を用意して、紙っていうか何だっけ、折り紙、折り紙。最初のステップが三角形に折ります。線が縦に見えるようにします。で、また三角形で、また引き出します。それからこんな風にやってこれを動かします。さっきの位置で2、3で、もう一個折り紙いるんです。こうやって折れたら反対にします。何にもないのを折って、ここを1、2、さっきのようにします。4、これ何作ってるの？下ですよね。違う、え、どう？じゃあこんな感じにできたら後ろから折れます。次に後ろに部分で、あ、これここにくっつけた、こんな感じになりました。ここはペラペラ開きます。じゃあこのステップが一番難しい。グルーいる？手を中に入れます。テープがいい？指って言う、テープ、テープ、こんな風にピッと入ったら合ってる。これがいいからお、綺麗にできました。紙ありがとう。じゃらん、パクパクができたよ。これね、本当にこれこんな感じでパクパクができたよ。もしよかったらみんなも、何だったこれ、折り紙、折り紙を買ってみてバイバーイパオーバイバーイパオーウェーなんだこれ、あ、お花がある、私のダイヤ。